はい、皆さんもお疲れ様です。今日はですね、私の YouTube チャンネルのですね、登録者数が300人超えまして、ちょっと感謝のですね、意味を込めてこの動画を撮っております。まあ別に300人とかその登録者数を目標にしてるわけではないんですけれども、やるからにはやっぱり登録者数とか視聴回数がやっぱり伸びてもらうとですね、かい、あの、やりがいがあるのかなっていうところでして、今日はですね、その300人を、突破した記念としてですね、SNS はコメントをいただいても相手が誰か分かりません。全く匿名なんで、で私の、知り合いの人も何人かいるんですけど、その人たちも匿名でやってるような、SNS なので、一応YouTube の方にね、コメントをいただければ分かるんですけど、それももう相手分かっちゃうと思うので、多分そっちの SNS の方で書かれたコメントをですね、ちょっと紹介したいなと思います。質問ですね、まあもう2、30はあるんですね。なんですけども、全部紹介してるとちょっと時間もね、5つぐらいにちょっと絞って紹介したいと思います。基本質問ですね。まず1個目。太鼓の動画を見ています。何年ぐらい太鼓をやっているのですかという、ちょっとシンプルな質問なんですけど、太鼓歴は今年で多分21年目かな？ 21 年目か22年目、どっちかなんですけど、まあ20年は確実にいってますね。はい。20年というところで ジャストにしときましょう。まあ、それがお答えになります。はい。で、2つ目の質問。動画は一人で撮っているのですか？私一人で撮っております。で、編集らしい編集はですね、結構最初の頃やってたんですけど、まあ最近はですね、まあ登録者数も100人を超したあたりから、まあちょっと面倒くさいというか まあいいかなっていう、結構編集で時間がかかるんですよね。で、割とこう自分で手が凝った編集したかなと思っても、それがあんまりこう視聴者さんの視聴回数というか視聴回数が伸びなくって、やる割には苦労する割には視聴回数が少なかったりしたこともあるので、まあだったらそんなに凝った編集もいらないかなと思ってですね、それぐらいの時からちょっと編集はあんまり力を入れてないですね。多分この動画もそんなに編集はしないと思います。せいぜい余分なところをカットするぐらいですかね。3つ目の質問ですね。動画の中で「ダンダ」という曲があると思うのですが、お願いをすれば教えに来てもらえますかと。結構ダイレクトな質問ですよね。まあありがたい限りではあるんですけれども、まあ多分この質問の仕方ということは、まあもちろんダンダを知らない方が視聴して、見ていただいて、まあ、気に入っていただけたのかなというふうに思うんですけれども、私は別に指導のプロではないんですけど、まあ、もちろん太鼓の交流だとか、そうですね、自分の趣味の範囲で自分が知ってるものに関しては、私の教え方でよければ教えに行くことは可能です。ただあんまり遠いところに行くとですね、さすがに交通費とかそういったところが結構大変なので、ね、まあ、自分が行ける範囲であれば、直接コメントいただければやり取りさせていただいて、私でよければ、私が知ってるものを教えさせていただくということは、まあ可能かなというふうに思います。4つ目の質問ですね。まあ太鼓の動画を拝見させていただいてます。一人でやられてる映像が多いのですが、どこかのチームに所属はされていますかと。まあそうですね、YouTube は基本私一人の、まあ、2人でやったりとかすることもあるんですけれども、まあ、例えば、コラボだとかですね、まあそれも1回ぐらいしかないんですけど、あとはまあ2人で教え子と2人でやってる動画だとかですね、そういったことぐらいしかやってなくって、多分1人とか2人とかでしかこうね、チャンネル内のその動画には映ってないので。多分チームとかでやられてないんですかっていうふうな感覚で質問をされたのかなというふうに思うんですけど、そうですね、私は今基本はチームには所属しておりません。
今この稽古場でチーム名を使わせていただいて、まあ、和太鼓空っていうんですけど、チーム名という形で、まあ、そういった意味で言うと、これがチームになりますかね。はい。まあ、基本は私一人です。まあ、最近ここ1年ぐらい前からですかね、一応、指導させていただいておりまして、市に出している広報というか、プロフィールを見て連絡をいただいたお母さんと子供が2人かな、親子で3人で、男の子2人なんですけど、親子3人で来ていただいて指導したりはしてますね。まあ、チームという意味で言うと、まあ、その人たち含めると4人になるんですかね。5つ目の質問ですね。これはですね、ちょっと紹介しようかなと思ってたんですけど、これはアンチかなと思われる質問ですね。動画を拝見させていただいてますと、自分でうまいと思っていますか？正直、打ち方も力任せだし、あなたより上手い人もいっぱいいますよという はい、質問というか まあ、アンチコメントと言えばいいんでしょうかね。でも私はですね、こういったコメントも来る前提でこういったことをやってますんで、別にこういったコメントも受け付けないわけではないですし、ちゃんとこうやって紹介もします。はい。で、まずこの質問の方ですかね、動画を見させていただいてます、自分でうまいと思っていますかと、自分でうまいと思っていますかっていう質問に対して、まずお答えをしましょう。決してうまいとは思っておりません。はい。習い事とかですね、なんて言うんでしょう、稽古事って、多分終わりがないと思うんですよね。うまいっていうふうに自分で思っちゃうと、多分それがゴールというか、まあ、極みになるのかなっていうところだと思うんですけど、まあ、そうなれば一番いいんでしょうけどね。全然何事もそうだと思うんですよね。私がやってるこの太鼓の動画というかですね、太鼓の活動も自分が目標があって、それに向かってもう何年もやってるんですけれども、まあ、未だにその目標には到底追いついていない感じですので、そういった意味で言うと、うまいとか下手っていうよりはですね、が修行中というところでしょうかね。それがちょっと答えになってるかどうかわからないんですけれども、極端に言うとですね、うまいとか下手っていうのは視聴者の方が、決めていただければいいのかなというふうに思います。あ、この人の太鼓いいなっていうふうに思ってくださってる方が、いいねをつけてくれたりとかですね、視聴していただいたりとか、チャンネル登録をしていただいている方だと私は信じているんですけれども、まあ、中にはですね、悪い評価をつける人もいるとは思います。それはもうね、そういうものですから、 YouTube っていうのもですね、YouTube に限らず何でもそうだと思うんですけど、好き嫌いっていうのがあると思うんですね。なので、私がうまいかどうかっていうと、それは皆さんの価値観で決めていただければいいのかなというふうに、思います。あと、そうだ、この後に、正直打ち方も力任せだし、あなたより上手い人もいっぱいいますよっていう言葉をいただいてます。はい、ありがとうございます。言い訳は一切いたしません。私も別に、力任せに打ってるようにこうね、見えてしまうってことは、まあ、もしかしたらそうなのかもしれませんし、私はプロの太鼓打ちではないので、もちろんですね、プロの方とか、まあ、打ち方とかそういったのって、太鼓もやっぱり流派的なものがあったりするんですよね。まあ、私の打ち方を見て、ストンとこうね、入ってきている方は、まあ、高評価いただけるでしょうし、まあ、さっき申し上げたみたいに、そうでもない人は、もう二度と見てくれないっていうふうな感じかなというふうに思います。で、太鼓のプロの人っていうのも、世の中にいっぱいいますんで、でも、到底、私なんか、及ばないようなレベルというか、もう雲の上の人のような存在の人ももちろんいっぱいいますので、できればちょっとそこと比較していただくような、ちょっと趣旨ではないことだけちょっとお伝えしておきたいなというふうに思います。私の YouTube はですね、別に損得でやっているわけではないので、ね、こういった太鼓もあるんだよとかですね、この人なんかこんな打ち方してるんだとか、まあ、そういったこう興味を持っていただければいいのかなっていうふうに思います。だから別にこうガチガチでやってませんし、当然NG 集とかも出してますんで、そういったところもですね、含めて、長い目で見ていただけるとありがたいなというふうに思います。
こういったコメントもですね、時折紹介したいなと思います。とにかく、300人以上、本当に登録者、様、の皆様ですね、ありがとうございました。ではまた。